アルシャバブはソマリア南部を中心に活動するイスラーム勢力。2012年現在、ソマリアで最も有力なイスラーム勢力であり、ソマリア南部で最も支配地域が広い勢力でもある。ソマリア暫定連邦政府とそれを支援するエチオピア、アメリカ合衆国、アフリカ連合などと対立している。ソマリア南部の都市キスマイヤを支配するヒズブルイスラム、アルカアイダ。 エリトリアなどと交流があるとされる。一部日本語メディアでは、アッシャバーブと表記されている。シャバーブは、若さ、青年を意味する語で、ヒズブをつけて、ヒズブルシャバーブと名乗ったり、二つの移民団の土地の民衆抵抗運動と名乗ることもある。アルシャバーブは、元はイスラム法廷会議の若手強行派の集まりで、アメリカなどでは ICU の過激派が分裂したものとみなされている。 しかし ICU とアルシャバブの関係はそれほど明確なものではない。アルシャバブは ICU がまだ現在の2004年の半ばに結成されイスラーム教の敵と戦う戦士が集まってできたものとされる。現在ではアメリカ合衆国国務省から国務省認定外国テロ集団に指定されている。ノルウェー警察治安部隊やスウェーデン治安局からもテロ集団とされている。 イスラーム教に基づく、法体系シャリアを第一の行動原則としている。例えば罪に対する罰が厳格であり、2008年10月には貫通を行ったとして13歳の少女が、石だけで処刑されたと伝えられている。また、2009年6月22日には、携帯電話を盗んだ罰として、若者4人の手足を片側ずつ切り落とすとする、判決が出されたと報じられている。 また、海賊行為にも批判的であり、2008年11月に腹出る沖で、沖た大型タンカーに対する、身代金要求事件に関して、死刑に相当する罪だとの声明を発ただし、ソマリア暫定連邦政府は、アルシャバブは、海賊から、武器や、身代金の分け前を要求していると伝えている。また、ソマリア国外のソマリ族居住地域を含めた、 統一運動を呼びかけている。ただしイスラーム信仰で団結している組織とも言えず、ソマリ族の複雑な部族間関係の影響もあると言われている。2009年1月にソマリア中南部からエチオピア軍が撤退したことにより、その支配地域を一気に広げたが、これにより、闘争目標が失われて分裂する可能性も指摘されている。アルシャバブのメンバー。 とりわけ幹部にはヒソマリア出身の外国人が入っていると言われており、ペルシャアンガン諸国から来たものが多いとみられる。かつてのソマリア人によるイスラム勢力の活動と異なり、アルシャバブは自爆攻撃を多用しており、これが外国からのメンバーの影響によるものとされている。国連の二千六年の報告書によると、イスラーム過激派の主な支援者は、イラン、リビア、エジプト、 ペルシャ湾岸地域出身と見られている。特にエジプトはナイル川の扱いについて上流のエチオピアと対立関係にあり、ソマリア暫定連邦政府を支援するエチオピアの弱体化を狙っているものとみられる。報道でもアルシャバブの中心メンバーがエジプト及びアラブ出身のジハード戦士であるとされることが多く、彼らがソマリ族に最新兵器と自爆攻撃の訓練をしていると、 伝えている。ソマリア国外のソマリア人で、あるシャバブを支援する人も多い。その理由として、ソマリア南部をイスラム法廷会議が支配していた時期には、治安が安定しておりそれに共鳴するというものだったり、単にアルシャバブの実態を知らなかったりといったことが挙げられている。アルシャバブの幹部は、2006年初頭にモガリシュで軍閥と戦った経験を持つ。その成り立ちは、 よくわかっていないが、古くからのメンバーは、ヒズブル・シャバブとして2004年初頭に結成された組織だと語っている。アル・シャバブの指導者、アブマン・スールによると、アル・シャバブには外国からの参加者も多いという。イスラーム法廷会議の暫定連邦政府、エチオピア連合軍に対する敗北が、ほぼ確定する2006年末までに、アル・シャバブの戦力は、 推定三3000から7000の間で変化した。6週間の基礎訓練コースを終了すると兵士として認められた。一部の者はさらにエリトリアに留学してゲルラ戦術と爆発物取り扱いについて訓練を受けた。一部でアルシャバブの資金源の一つはソマリア海賊であると主張されたが国際会議機関東アフリカ支部はこれを否定している。二千六年六月十日 イギリスの新聞ガーディアンは、西側からの救援者4名とテロ組織に反対する、ソマリ族7人以上が殺害された事件は、イスラーム指導者、ハッサンダヒール・アウェイスの下とみられる、アデン・ハシ・ファラが主導する無名の組織と関係があると、みられると報じている。6月15日、アデン・ハシ・ファラは、エリトリアからの武器援助を受けていると報じられた。7月26日にも、 アルシャバブの幹部の一人、シェイカムクターロボー・マンスールがエリトリアから武器を提供されたと語ったと伝えられている。7月半ば、アデン・ハシ・ファラは、ソマリ人、選手720名を選んで、対イスラエルの義勇兵として、レバノンに派遣した。そのうちソマリアに帰還したのはわずか80名であった。9月に、ヒズボラのメンバー5名と共に20名が帰還した。 その際、アデンハシ・ファラの兄弟が務める送金会社、ダルサン・インターナショナルが1000万ドルの死と不明瞭な支出をして倒産した。その理由は、ICU 軍の指導者がモガディシュ軍閥と戦っていた2006年6月、ICU を助けるために大金を流用したというものであった。ソマリア暫定連邦政府がエチオピアの力を借りて、モガディシュとキスマユを取り戻した。 直後の2007年1月6日、アルシャバブの幹部らは逃走中だった。彼らは、調査前のアルシャバブのメンバーは1000人ほどいたが、今や武器はほとんど持っていない。それでも、エチオピアとヒースラーム政府に対するジハードを続けるべきだとする、幹部を援助する人がいると語っている。関連地図2007年1月19日、ICU よりのウェブサイト、 QAADISIYA.com は ICU は解組され、二つの移民団の土地の民衆抵抗運動となったと報じた。ソマリ族反政府運動、ソマリ族抵抗運動と報じられたこともある。1月24日にはシェイハーブディカディアがバナディア地区の指導者に就いたと発表された。1月31日、アルシャバブはアフリカ連合 KY 自軍がソマリアに来ることに対して、 ソマリアは諸君らが給料を稼ぐ場所ではない。死ぬ場所だとの警告を行っている。2月9日、イスラーム支持層が強いモガディッシュ北部で800人のソマリ人がアメリカ、エチオピア、ウガンダの国境を焼き、国際連合平和維持活動のソマリア平和維持活動に従事するアフリカ連合と国際連合に抗議を行った。PRM の代表として覆面をした。 アブディリサクは、エチオピア軍の宿泊先は、武力攻撃を受けることになるだろうとの警告を行った。2月28日、アメリカ合衆国国務省は、あるシャバブを、米国の移民国籍法に定める、国外テロ組織と認定した。2008年2月のボサソでの爆破事件、2008年のハルゲーサで爆破事件があり、犯行声明は出されていないが、これが、 アルシャバブによるものだとして、避難声明が出されている。2008年8月、アルシャバブは、ソマリア南部の港湾都市キスマユで、多数の死者を伴う、数日間の戦闘の結果、TFG 系の勢力である、バーレア団シルヒラーレが率いる軍を破って、勝利を収めた。キスマユは2007年1月から1年半ぶりに、イスラーム勢力の支配権となった。 戦闘により避難した人々は3万5千人に上った。平荒レの軍が撤退した後、アルシャバブはキスマユの治安を安定させるため、地元武装集団に対して武装解除を進めていった。11月20日、アメリカ合衆国財務省は、アルシャバブの幹部3名の米国資産凍結を発表した。2008年後半までに、アルシャバブは首都モガリシュの一部を除き、 ソマリア南部の大部分を掌握した。これはかつてのイスラム法廷連合が支配した領域よりも広い。2009年1月26日にはエチオピア軍が撤退した数時間後にソマリア暫定議会があるソマリア南部の都市バイドアを占領した。2009年2月22日にはモガディシュのアフリカ連合軍基地への自動車自爆テロを行い、 ブルンジの平和維持軍の少なくとも6名が死亡した。5月17日には、モガディッシュ北部のジョハールを支配した。その後、ユニセフの施設から略奪を行っている。6月18日にもソマリア中部ベレドーエインのホテルで治安長官のアデンを含む20名が自動車、自爆テロで死亡し、アルシャバブからの犯行声明が出されている。6月20日には、アルシャバブを中心とする。 反政府組織が首都モガディシュの大統領官邸を包囲しているとして、大統領により非常事態宣言が出され、ケニア、ジブチ、エチオピア、イエメンなどに24時間以内に軍を派遣するよう要請が出された。その後も、アルシャバブは活発な活動を続け、8月にオーストラリア陸軍施設へのテロを計画、9月にはウェブ上で全世界に母兵を呼びかけ、 11月に、対ユダヤ人、イスラエル作戦用の特殊部隊、アルクッツ旅団を創設し、2010年に入ると1月に、アルカイダとの連帯を表明、その後も数件の爆弾テロに関与を疑われるなど、その活動範囲は広がりつつある。また宗教的活動にも引き続き熱心さを見せ、2009年後半には、ムスリムにふさわしくないとして、金馬銀馬はてはブラジャーまでも、 改修、2010年4月に、学校で修行などのベルを鳴らすことは、キリスト教の印として禁止している。ソマリアにおけるもう一つのイスラーム勢力、ヒズブルイスラムと、アルシャバブは協力関係にあったが、アルシャバブは、思想的に強硬派であり、2009年9月上旬に、キスマヨで、アルシャバブ系以外のラジオ局が焼き払われるという、事件が起き、緊張が高まった。 2009年9月下旬、ヒズブルイスラムとアルシャバブは互いに戦線を布告した。2009年10月上旬には、キスマヨ近郊でアルシャバブとの戦闘が発生。その後戦闘は各地に飛び火し、アルシャバブはヒズブルイスラムの勢力圏を3つに分断し続けている。2010年2月にはヒズブルイスラム側の武将ハッサントルキーがアルシャバブへ合流するなど、 現在も混沌とした状況は収束していない。トゥルキーの遺跡によって軍事バランスが大きく崩れたことから2010年度に入ってアルシャバブは大規模な軍事構成に出た。ヒズブルイスラムの支配地であったゲド州やヒラーン州を次々に攻略し、ついに12月20日にはヒズブルイスラム議長アウェイスから全面降伏の声明を引き出したが、それが実現されるかどうかは、 不透明であり、今後は暫定政府やソマリランド、プントランドなど、より安定した政府と、アルシャバブが並び立つことになる。2011年7月から8月にかけて、モガディシオ市内において、アフリカ連合派遣部隊と交戦するも、市内からの撤退を余儀なくされる。また、同年10月には、ソマリア南部へ、ケニア軍の陸上部隊が進出したほか翌月には、 ケニア軍機が爆撃を実施。さらに、同じ時期より、エチオピア国境では、エチオピア軍の侵攻が、盛んに報じられるなど、国際的な包囲網が敷かれるようになった一方、リビアのカダフィ政権が崩壊して支援が途絶えたことも、打撃となった。2012年2月、アルシャバブがアルカアイダへ合流するメッセージが、アルシャファブのサイトに掲載される。サイトには、合わせて、 アルカアイダの指導者、ザワヒリのビデオ声明も掲載している。2012年9月、ケニア軍を主力とするアフリカ連合部隊は、南部の港湾都市であるキスマユを包囲。9月28日には海岸への揚陸船を実施し、総攻撃の体制を取った。これに対して、アルシャバブは交戦せず9月29日に撤退を開始。小悪化にあった最後の大都市を失った。以後は、 ブラバなどが拠点となっている。2013年1月、ブラマレルにおいて、フランス軍は拉致されていたフランス兵一人の救出作戦を行うが失敗。兵士は死亡し、救出部隊は一人が死亡、一人が捕虜となった。あるシャバブ側は17人が死亡。2013年9月21日、隣国ケニアの首都ナイロビの商業施設で39人が、 死亡する襲撃事件があり、アルシャバブが犯行声明を出している。2013年10月5日、ブラバの拠点が国籍不明の武装ヘリコプターの攻撃を受けるが、アルシャバブはこれを撃退。2014年9月5日、アメリカ国防総省は9月1日に実施した対テロ作戦において、指導者、アハマド・アブディアウ・ムハンマドを殺害したと発表した。 2015年4月2日、ケニアのガリッサユニバーシティカレッジを襲撃し、学生ら約150人が死亡した。2017年10月14日、モガディシオ中心部大規模な爆弾攻撃が起き、358人の死者を出した。アルシャバブは2007年に反政府活動を始めて以降、最大のテロ攻撃となった。2018年4月28日、 プントランド自治政府の支配地域にあるガルカイヨ市内にて自爆テロが発生。レストランにいた軍人5人が死亡、8人が負傷した。アルシャバブは反政府派サイトを通して犯行声明を発表した。2018年11月19日、アメリカ軍がソマリアで2回の空爆を行い、アルシャバブの戦闘員37人を殺害した。 2018年11月26日、アルシャバブの戦闘員がソマリア中部の都市ガルカイヨ市内に存在するスーフィーの性病を襲撃。15人が死亡、10人が負傷した。2019年1月15日、ナイロビ市内のホテルが武装集団に襲撃される事件が発生。死者21人。事件後、アルシャバブが犯行声明を出した。 時期や場所については不詳であるが、アルシャバブ戦闘員がソマリア陸軍の基地を襲撃して、ソマリア側兵士ら8人が死亡する事件が発生。2019年1月19日、アメリカ軍は報復として、アルシャバブ側の拠点を空爆し、戦闘員52人が死亡したと発表している。2020年1月5日、ケニア沿岸部のトシラムに位置するアメリカと、 ケニア両軍の基地に対して攻撃を仕掛けたと発表した。2020年8月16日、モガリシオのエリートホテルが自動車爆弾攻撃を受けた後に、銃撃戦が発生、武装組織が人質を取りホテル内に牢城した。襲撃に関してアルシャバブが犯行声明を出した。ありがとうございます。